クエゼリンの戦い、クエゼリン島の戦い、クエゼリン島の戦いとは、1944年、昭和19年1月30日に、日本軍の守るクエゼリン艦渉へ、アメリカ軍が侵攻して行われた戦闘である。アメリカ軍の作戦名は、フリントロック作戦。防衛体制が整っていなかった日本軍は、短期間の戦闘で全滅した一方、1943年11月の、 タラワの戦いでの苦い教訓を学んだアメリカ軍はクエゼリン艦章内の二つの要所にほぼ同時に上陸し日本軍の抵抗を跳ねのけて勝利をものにしたまたアメリカ軍が日本の領土を占領したのは委任統治領とはいえこれが初めてのことであり日本本土への飛び石作戦を次の段階に進める上での重要な勝利となった日本軍が取った水際作戦は 失敗に終わったものの、日本軍はこれを糧として、以後のグアム、ペリリュー、イオ王島へと続く、重心防備の強化に努めることとなる。日本は、第一次世界大戦の結果、クエゼリン艦渉を含むマーシャル諸島の委任統治を行っていた。1941年1月、日本海軍は、クエゼリン島に、第六根拠地帯司令部を配置し、クエゼリン艦渉は、 マーシャル方面の中枢基地となった。1943年に至り、アッツ、タラは、マキン干渉を相次いで失った日本軍は、次のアメリカ軍の攻撃目標は、東部マーシャル諸島、特にマロエラップ干渉、ウォッチ干渉のどれかであると予想していた。そのため、これら東円の島々の防備充実に力を傾けており、マーシャル諸島中部に位置するクエゼリン干渉の防御は、 おろそかでった。もっとも、優先的に防備を進めていた島でも、沿岸砲の配備などは、進んでいたが、兵力は格闘ごとに編成された、海軍警備隊のほか、陸軍南洋第一支隊の霊下部隊など格闘に、戦闘員3000名から5000名程度であった。1944年初頭時点での、クエゼリン守備隊は、第六根拠地帯、秋山門作り少々霊下の、 第61警備隊、山形正次大佐の約1500名、陸軍所属の海上機動第一旅団機動、第2大隊、麻生太郎基地陸軍大佐約670名を主力として構成されていた。このほか、約5500名の将兵や人員がいたが、海上機動第一旅団第三大隊員、約250名と、南洋第一死隊の一部約100名を除けば、 残りは航空部隊の地上要員や海軍設営隊山級から派遣された作業員日本銀行関係者でほとんど戦闘力はなかった。秋山少将はタラワ戦の教訓から海岸線だけでなく内陸に当地下や戦車を構築するよう命令したが島の地盤は珊瑚礁のため掘削が困難な上海抜は極めて低く,く1メートルでも掘れば海水が 湧き出してしまい、地下陣地の構築はできなかった。地上構造物も土台石のない掘立小屋みたいな、もので、ヤシの木で、円平号を構築するのが、やっとの状況であった。総指揮官、秋山少将のもと、クエゼリン島の防備地区は南北に区分され、南部は、阿蘇大佐が、全陸軍部隊と陸戦隊、地上要員を指揮し、北部は、山形大佐が、陸戦隊以外の、 全海軍部隊を指揮することとなった。公爵、音羽正彦大尉朝香宮鳩彦王と、明治天皇第八王女、地下古内神皇の第二王子も従軍した。一方、干渉の北部に位置するルオット島、ロイド王には、第二十四航空戦隊、山田道幸少将司令部が置かれ、ルオット島に飛行場が、東隣のナムル島に関連施設が置かれていた。 守備隊の状況は、クエゼリン島と比べて貧弱であり、第61警備隊文献隊、約400名を中心とし、その他航空要員や設営隊などを合わせて、約2900名が所在していたものの、陸軍部隊は駐屯していなかった。山田少将が全部隊の指揮を取った。アメリカ統合参謀本部は、1943年7月20日に、 太平洋艦隊司令長官チェスターニミッツ大将に対してマーシャル諸島攻略の準備を加齢し太平洋艦隊司令部が作成した計画案はケベック会談143年8月17日から24日で検討の末9月2日に改めてマーシャル攻略作戦とその関連作戦を加齢したしかしその攻略作戦の計画作成から その実行までには、右与曲折があった。クエゼリン干渉を含むマーシャル諸島へのアメリカ軍の攻撃は、1942年1月から2月にかけて、ウィリアム・ハルゼ海軍中将、当時率いる第8任務部隊が攻撃を行って、以降はサタナ氏であり、マーシャル諸島への偵察行動すら、適当な航空基地の不在ゆえに、全く行うことができなかった。このため、 マーシャル諸島攻略の検討は、はじめのうちは、推定に推定を重ねた研究しか行えなかったし、そもそもマーシャル攻略を担当する中部、太平洋部隊の実力が十分ではないと判断されていた。難問は続き、艦隊が攻略作戦のために細分されることや、その細分された艦隊への日本軍の反撃への対処、攻略部隊に対する広報支援体制やそのための、 艦隊白地の確保の問題など、解決しなければならない問題は山積するばかりであり、その理想の解決策は諸問題を一気に解決するものでなければならなかった。偵察行動に関する問題に関しては、太平洋航空部隊参謀長のフォレスト・シャーマン大佐が、ウェイク島の奪還を進言した。ウェイク島は、航空基地は確保できても、 艦隊白地としては不向きであったために却下された。最終的には、船吹き島を起点とし、フェニックス諸島から、ギルバート諸島を経て、マーシャル諸島を目指すという計画に落ち着いた。フェニックス諸島内の島に、航空基地を設営して、ギルバート諸島への圧力とし、ギルバート諸島への一連作戦を、来たるべき、マーシャル諸島への攻略作戦のリハーサルして、行えるという利点があった。 この計画の発案は、当時太平洋艦隊参謀長の地位にあった、レイモンド・スプルーアンス中将によるものであったが、スプルーアンス中将がこの計画を提唱し始めたは誰も耳を貸す者がいなかった。しかし、ニミッツ大将の指示を得たことにより、計画は統合参謀本部に送られて認可されることとなった。ギルバート諸島攻略のアルバニック作戦において、アメリカ軍はタラワにて、 多大な出血を伴った者の,の作戦は成功し、その戦訓をもとに、マーシャル攻略作戦では、より洗練された上陸戦装備と戦術が投入されることになった。しかし、新しい壁が、作戦計画の検討上に出現することとなった。壁は三つほどあり、ようやくすれば、どの島を、どの時期に占領して、ギルバートでの苦いわだちを踏まむ。 要攻略するにはどうすればよいかというものであった。1943年10月半ばに発令された最初の攻略計画では、当初の攻略目標は、クエゼリン、ウォッチェ、マロエラップの3艦渉で同時に攻略するものとされた。しかし、ホーランド・エムスミス海兵少将がタラワ戦の教訓から戦力を3分するのは良作でないと反対し、 これに、スプルーアンス中将とリッチモンドイ・ターナー少将が、スミス海兵少将の意見に意思したため、三艦将を同時に攻撃する、第一の計画は撤回された。計画は差し戻され、スプルーアンス中将とターナー中将は、マロエラップとウォッチェを攻略して、両艦将をクエゼリン攻略の最前線地となし、戦力を整えてからクエゼリン攻略に本腰を据えるという計画を提示した。 しかし、ニミッツ大将が提案した計画は異なっていた。ニミッツ大将の計画は、ホンマルタル、クエゼリン艦章を直接占領することとし、作戦支援として、高速空母任務部隊の派遣を提案した。太平洋艦隊作戦参謀に転じていた、ホレスト・シャーマン少将,将の構えによる、この提案には、スプルーアンス中将、ターナー中将、スミス海兵少将,将のいずれもが反対し、 ニミッツ大将及びシャーマン少将との間に交わされた論争は最終的にはニミッツ大将が指揮官公鉄のカードをちらつかせて押し切ったが案を押し切った代わりに万が一にクエゼリン攻略が困難になった場合のオッチェ及びマロエラップ攻略系案を承認したまたスプルーアンス中将の提案により艦隊白地と飛行場の確保のためマジュロ メジュロ干渉の占領が提案され、その計画は12月23日までに承認された。クエゼリンを直接攻略する理由については、クエゼリンにいた南洋第一死体や海上機動第一旅団の最終目的地がウォッチェ、マロエラップ、ミリの三干渉であるという情報をアメリカ側が掴んでたこと、そのことにより、クエゼリンとルオットの防備は手薄であろうと、 判断していたこと、日本軍航空部隊の脅威がさほどではないと思われていたこと、12月5日のクエゼリン空襲の際に7割ほど完成していた爆撃機用と思われる滑走路を発見したこと、外角防衛線の要であったことなどが挙げられる。いずれにせよ、ニミッツ大将の決定は味方のみならず日本側の予想を大きく裏切ることなった。 日本側の予想は先日のように、ギルバート諸島からミリカ・ジャルートに、あるいは、真珠湾からオジェカ、マロエラップに進行してくると読んで、これら四艦将の防備体制も、クエゼリンより重く置かれており、部隊配備の変更や、中東部隊の未進出などもあって、クエゼリンの防備体制は十分ではなかった。その感激を疲れた形となったのである。 攻略作戦は当初は九百四十四年一月一日に開始される予定であったが、輸送船の確保の問題から、作戦開始日は一月十七日に、さらに一月三十一日に繰り下げられることとなった。合衆国艦隊司令長官兼海軍作戦部長、アーネスト・ジェイキング大将は、南北戦争の研究を踏まえ、艦発入れぬ攻撃で、日本軍に圧力を加え続けて、 戦争を早期に終わらせるべきと、金ね,ね主張していたが、最終的には、作戦開始日の繰り下げを了承した。作戦暗号名は当初、バンクレート、制作金利と名付けられていたが、フリントロック、日内一式中に改められた。1944年1月初旬、フェニックス諸島及びギルバート諸島からの第57任務部隊。 少々の陸上航空部隊の航空機によって、マーシャル諸島への攻撃の幕が切って落とされた。まもなく、第58任務部隊、マーク・ミッチャー少将もマーシャル諸島に接近し、続いて、ターナー少将率いる、第5水陸両用部隊も、約300隻の各種艦艇と5万3000名の攻撃部隊、3万千名の守備部隊を乗せて、近接しつつあった。攻撃部隊は、 大きく二つに分けられ、クエゼリン攻略を担当するのは、ターナー賞正直卒の第52任務部隊で、陸軍少々指揮の約2万2千名が、その攻撃部隊であり、ルオット攻略は、少々の第53任務部隊が担当し、陸軍少々が指揮をする第4海兵士団、約2万千名がその中心となった。第5水陸両用部隊のうち、 少々の第51.2任務軍はマジュロ攻略部隊であった。日本側は南東方面部隊や大本営特務班の通信情報によりエスピリットさんとガダルカナル島及び新珠湾方面で通信が活発となっており、アメリカ軍が近々マーシャル方面に来襲してくる可能性があると連合艦隊に通報されていたにもかかわらず、 連合艦隊は1月25日にトラック諸島に配置してあった第2航空戦隊の航空機をラバウルに移動させてしまった。1月30日早朝、第58任務部隊は約750機の艦載機を持って制空権を確保するため、マーシャル諸島各地への航空攻撃を行い、第57任務部隊の航空機もこれに呼応して空襲を行った。 日本軍機のほとんどは地上において撃破され、若干数の冷戦による散発的な迎撃があった程度で、日本軍の航空部隊は午前中までにはほぼ壊滅した。戦艦や巡洋艦を主力とする水上部隊も昼夜分かたず、マーシャル諸島の用地に対して艦砲射撃を繰り返し、空と海からの攻撃によって、通信施設や滑走路、弾薬、在白艦船なども、 壊滅状態となった。事前攻撃は翌1月31日にも行われ、この日の攻撃ではエニウェト区間省も攻撃対象に加えられた。一連の攻撃のうちルオット島への攻撃はある程度手ぬるいものとなったが、これは同等の航空施設を占領後直ちに活用するためであった。1月30日から2月1日にかけて、 マーシャルの使用当初に来週した関西機の数は、ルオット145機、クエゼリン103機、ウォッチ325機、マロエラプ130機、エニウェトク120機の計7 2 3機に及び、これとは別に陸上機30機がミリオ、34機がジャルートを攻撃した。ウォッチ干渉には、日露戦争時の戦艦、ミカサや装甲順、 カスガから陸揚げされた15セチ砲が配備されており、艦砲射撃に接近した駆逐艦が損傷した。陸上からの反撃とは、対照的に空からの反撃は、ほとんどなく、タラワからマーシャル方面への爆撃の途中に、第58任務部隊の上空を通過しようとした B-25 の一体が、日本機と間違えられて攻撃され、1機が撃墜されるというハプニングもあった。 全体的に反撃が散発であったので、戦闘配置は若干緩めの体制が取られていたが、しばしば館内放送で気を緩めないことを強調する放送が流された。タラワなどと違って、クエゼリン、ルゴット両党には強力な沿岸砲台がなかったため、支援砲撃をするアメリカ艦隊にたやすく接近を許してしまった。 一連の事前攻撃の末、ルオットの日本軍将兵は大多数が死傷して、戦力を大幅に低下させ、クエゼリンでは暗号書が焼却処分された。2>, 2月1日未明、第五水陸両用部隊の諸艦船は、艦砲射撃の援護を得て、艦章内に侵入し、クエゼリン、ルオット両島攻撃の足がかりとなる各小島の攻略に取り掛かった。アメリカ軍は、 タラワの戦いを教訓に、日本軍の陣地を完全に破壊するため鉄鋼弾を使用し、また、揚陸用の LVT 水陸両用車に装甲と、武装を取り付け水陸両用戦車とするなど装備を改善、増備していた。ルオット攻略担当の第53任務部隊は、エニマネック、エニブニ、エニビン、ミルノ、各小島に上陸。エニビン島の日本兵は25名ほどで、 半時間の戦闘の後に占領して、砲兵隊陣地を構築た。ミルトも上陸後間もなく占領し、同じく砲兵隊陣地として活用されることとなった。ルオット方面での小島総統戦で、日本軍は34名が戦死し、アメリカ軍の死傷者は64名であった。総統戦を終えると、駆逐艦は、間断なく、砲撃を続けて、反撃を封じ、 夜間には照明弾を発射して、日本軍の監視を続けた。第52任務部隊は、砲撃を行いながら、クエゼリンに近接し、エニブージ、エンニラビガン、ギー、ニンニの各小島の占領を行う。このうちエニブージ、エンニラビガン両島に、日本兵の姿はなく無欠占領となったが、先見隊が上陸したギー、ニンニ島では、日本軍との間で小競り合いが行われた。 この小ゼリアイは2月3日まで続いたが、ギリシまで重要な海図75枚を発見し、露革するという副産物を添えて、完全占領をし遂げた。エニブージ、エンニラビガン両党の確保は、同時に両島間の水道を抑えることを意味し、干渉内への交通は、アメリカ軍のものとなった。クエゼリン方面の、核、小島でも砲兵隊が配置され、干渉の北と南では、 それぞれ本戦闘の開始の時を待った。この2月1日には、昼少将の第51.2任務軍がマジュロに接近した。事前偵察では300名から400名ぐらいの日本兵がいるものと推測されたが、先見隊を上陸させたところ日本軍がいない。事変わり、一切の攻撃を中止させて6時50分までには占領した。 占領後は直ちに前進基地の構築に着手し、また修理や補給に従事する艦船が派遣され、以降アメリカ海軍の有力な前進基地として機能、スコットとなった。また、マジロの確保は、マーシャル方面での作戦で、洋上補給の必要性がなくなったことを意味した。ルオット沖の第四海兵士団の将兵は輸送船から、戦車揚陸艦に移乗して、上陸の時を待つ。 第四海兵士団のうち、第23海兵連隊が、ルオット島に、第24海兵連隊が、ナムル島に上陸することになっていた。水中障害物の調査を終えた後、2月2日九時、頃から上陸を開始。上陸前には、経験不足と疲労から、タイの秩序が乱れていたものの、コノリー少将が、秩序回復より上陸を優先させて、混乱を回復させた。 混乱は30分程度続いたが、事前攻撃によって指揮官の山田少将が戦死し、戦力を大幅に低下させていた、ルオット・ナムル両党の日本軍にもはや反撃の術はなく、ルオット島では唯一生き残った47ミリ速射砲が M5 軽戦車を撃破した程度で、残存部隊は海岸線で重剣突撃を行って、午後までには玉砕。翌2月3日には、早速、 アメリカ陸軍航空隊機が飛行場の使用を開始した。ナムル島では少数の日本兵がヤシの木の丸太に隠れて抵抗を試みたが火炎放射器と爆薬で相次いで粉砕され翌日までに全滅した。ルオット・ナムル両島は陸橋とサスで繋がっており、地上戦闘員は前日のように第61警備隊文献隊が両島を合わせて400名しかおらず、 ルオット島が陥落した時点で防衛は困難であった。それでも一部の部隊は島の南東端で激しく抵抗した。また、9時過ぎには貯蔵弾薬からのものと思われる爆発が立て続けに起こり、第24海兵連隊の将兵に相当数の死傷者が出た。しかし、 戦力の差はどうともしがたく、2月3日正午までには、主だった戦闘も終わりを告げ、2月3日11時18分に、ナムル島の占領が宣言された。ルオットとナムルでの悲害の死傷者の数は、日本軍が、戦死2540名と、捕虜11名を出し、アメリカ軍は戦死195名あるいは313名。 負傷者五百四十五名、あるいは五百二名の合計七百四十名、あるいは八百三十五名を出した。クエゼリン島では、二月二日の午前四時に、戦艦四隻の援護射撃の下、ターナー少将の第五十二任務部隊の輸送船二十隻が、艦廠内に入って接近し、lvt 二百四十両と、水陸両用戦車七十四両を発進させた。これにこうする形で タラワからの B-24 による援護爆撃とエニブージ島からの砲撃が行われた。上陸部隊が海岸線にたどり着くまで制圧砲撃を行い、日本軍の反撃を許さずに海岸線に到達した。6時30分、防御の薄い西海岸に第7不評師団が上陸し、夕方までに1万人以上の兵員を展開させた。しばらくの間は何ら抵抗を受けなかった第7。 海兵士団は、9時過ぎから徐々に反撃を受ける。この反撃のため、午前中に第7海兵士団が進出できたのは、飛行場の西端部までであった。一方、上陸を受けて、秋山少将は、午後に、各隊は、一兵となるまで陣地を固守し、増援部隊の来着まで本島を死守すべしと命じた。秋山少将は20時過ぎ、前線視察に出た時に、 アメリカ軍の砲弾を浴びて戦死した。深夜には、アソ陸軍大佐が、檻からの豪雨の中を機動大隊と、第61警備隊を率いて、野襲を決行し、一時は成功したものの海と、エニブージ島からの砲撃に阻まれ、多大な損害を出して交代した。日付が変わった2月3日未明にも小詰め部隊である、アメリカ陸軍第184連隊に対しても、 夜中を観光するが、夜が明けると同時に、尾の勢いも止まった。2月4日、新たに上陸したアメリカ陸軍第32連隊は、第184連隊を吸収して攻勢に打って、出る。2月4日10時、残った第6根拠地帯の主要幹部全員が受決し、残存兵は、阿蘇大佐に指揮されることとなる。2月5日、この日は、朝から、日本語による、 幸福勧告が行われるも、これに対する答えは、十字時から行われた、阿蘇大祭下残存兵装員による突撃であった。阿蘇大祭下も十二時三十分頃までには全員、玉砕して果て、二月六日に、最後の総統選が終わり、クエゼリン島の占いが、宣言された。日本軍の戦死者の中には、第六根拠地帯参謀で、元皇族で皇爵の音羽正彦海軍隊員も、 含まれていた。クエゼリン方面の最後の戦闘は、クエゼリン島の北端部から約2帰りの地点にあるの、戦闘である。エビジェ島には、水上機基地が置かれており、航空隊員と地上要員を合わせて、約800名が守備していた。エニブージ、エンニラビガン領島を占領したアメリカ陸軍第17、連隊が攻略を担当し、2月4日から、 攻略作戦が行われた。エビジュ島守備部隊は、一時は、野州により、第十七連隊を押し返すほど抵抗したのの、二月五日十時までには、全滅。エビジュ島占領に続いて、ロイ島、グゲゲ島及びビゲ島を占領して、クエゼリン方面の戦闘は事実上終了した。戦いを通じて、日本軍は、若干の抵抗を行った以外はなすすべなく、壊滅した。 唯一の効果的な反撃は2月12日夜に行われた西木飛行艇6機によるルオット爆撃であった。この夜間爆撃によりルオット島に集積してあったアメリカ軍の軍需品や食料などに多大な損害を与え食料の損失により上陸部隊はしばらくの間非常食による生活を強いることとなった。また飛び石作戦により無視されたマロエラップなどの 日本軍守備隊は、何ら戦選挙区に寄与できないまま放置された。飛行艇などによる人員救出が心を見られて、航空隊関係者など少数だけは脱出に成功した。残されたものは補給途絶により食糧難に苦しみ、砲爆撃を浴びながら終戦を迎えることになった。クエゼリンと続くエニウェトクの疾患は、 防衛戦の大幅な交代を強いられることとなり、絶対国防圏、連合艦隊はトラックからパラオへと交代せざるを得なかった。しかし一方では、マロエラップなどクエゼリンより、後方の拠点が残っていることを念頭において、状況を楽観視する発言もあった。クエゼリン、ルオットの玉砕の大本営発表と、オトワタイ戦士の発表は2月25日に行われ、 隊員は,は少佐に1階級特進した。残った拠点の一つ、ミリカン賞、ミレー島のクエゼリン陥落から終戦までの悲惨な状況は、NHK 戦争証言アーカイブス、証言記録兵士たちの戦争の飢餓の島見方同士の戦場、金沢歩第107連隊に多くの証言が記録されている。アメリカ軍は、タラワ戦とは、 打って変わって少ない損害で戦いを終えることができた。このことは一連の戦闘において予備兵力に手をつけなかったことをも意味し、そのためエニウェトク攻略の期日を大幅に繰り上げることとなった。2月5日、占領したばかりのクエゼリン島に到着したニミッツ、大将やその他要人は少ない損害で勝利を収めたことを夢のように喜び、 海軍と陸軍及び海兵隊の優れたチームワークを称え合ったが、この戦いが優れたチームワークを発揮した最後のものになった。アメリカ軍はまた占領したマジュロを大規模な前進基地として整備した。完成した白地は、アメリカ海軍にとって、ウルシ干渉などを確保するまでの間の作戦に欠かせない重要拠点となった。クエゼリン戦の先行を称え、2月10日付で、 スプルーアンス中将は大将に、ターナー少将は中将に昇進した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。